いやー、なんか最近大山さん、コーデ動画やってくんないな。アイテムの紹介ばっかりだから、そろそろ具体的なコーデ知りたいんだよな。40代の大人世代で、春に使えるような好印象コーデ、そろそろ教えてくれないかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、40代大人の好印象休日コーデ参戦というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、冒頭にもお伝えした通りですね、最近ですね、ちょっとおサボりをしていたかなと思うんですが、アイテムのご紹介はよくしてたんですけども、それらを使ったコーデ解説を行っていなかったので、まあ、今回は40代の大人世代に使いやすいような休日の好印象コーデをですね、3つ考えてみましたので、まあ、ぜひ皆さん今後の参考にしていただきたいなと思っています。今動画を撮っているのはですね、2月後半なんですが、まあ、最近はですね、暖かい日があったりだとか、かと思えばですね、結構気温が下がったりだとか、まあ、なかなかですね、気候が安定しないわけなんですが、まあ、そろそろ具体的に春コーデをですね、考えていきたい方には参考になるような動画になるかなと思うので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。どのコーディネートに関しても、40代の大人世代に似合いやすいということで、定番を抑えながらも、ただの定番じゃつまんないので、その中に程よくトレンド感をミックスさせながら、再現性の高いスタイルをですね、皆さんにご紹介したいなと思っていますので、よかったらお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けて、メンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう。はい、ということでここから具体的にですね、40代の大人の男性に向けてですね、休日の好印象コーデ皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず一つ目はですね、皆さんもこちらは見たことがあるかなと思うんですが、無印良品のですね、カポックを使った中綿のブルゾンですね、こちらを使ったコーディネートを組んでみましたが、いかがでしょうか。これはですね、まあ、試着をした段階から間違いなく使いやすいなと思ったアイテムなんですが、大人の休日スタイルとしてはですね、僕は丈の短いアウターって意外と難しいなという印象を持ってるんですね。まあ、この後ご紹介しますが、ロング丈のコートだとやっぱり綺麗めな方向で大人の男性にもバチッとはまりやすいんですが、一方でこれが丈が短くなればなるほど子供っぽく見えがちなので、ちょっと大人世代には失敗すると似合いづらくなるんですが、その中でこちらの中綿のブルゾンに関しては大人っぽく見えるんですよね。これ不思議なんですが、なぜこれが大人っぽく見えるのかをちょっと言語化しようかなと思うんですが、まずデザインベースはいわゆるですね MA1 みたいな形でちょっと丈が短くてすっきりめのアウターになってるんですね。ただ僕ら大人世代が好きなですね、ゴリゴリのミリタリー風のですね MA1 とはちょっと違って、まずサイズ感もですね、肩のラインがこちらになっているんですが、少し落としてですね、サイズ感今っぽく振ってあります。で、体の丸みをうまく活かしたようなアウターになってまして、丈もですねそんなに短すぎないんですね。身長164センチ53キロで、僕は今 M サイズを着てるんですが、まあ、適度にゆとりがあって、着丈もですね従来の MA1 よりは少し長めの設定になってるかなと思います。まあ、この辺りのデザインベースが今っぽくアップデートされているのが大人っぽく見えるポイントの一つなんですが、やはり最大の理由は色合いだと思いますね。ブラックだとかオリーブのようなど真ん中のですね MA1 だとやっぱりミリタリーっぽい感じがすごくするんですが、今回はですねこちらグレー系の色合いになってるんですが、まあ、表記だとミディアムグレーになったかな。まあ、実際のところはですね、まあ、ミディアムグレーっちゃミディアムグレーなんですけど、ちょっとブルー味がかっていて大人っぽい雰囲気に仕上がってるんですね。意外とこのような色の MA1 って少ないと思うんですが、この色味のおかげですごく上品で大人っぽいスタイルが組みやすいかなと思います。正直色を選ぶんだったら今季はこちらこのミディアムグレー一択でいいんじゃないのかなというぐらい素晴らしい色味かなと思います。アウターが濃い色だとどうしてもですね重たい印象になりがちなんですが、まあ、このようなミディアムグレーでちょっとブルーがかってるものであれば春らしさも出るので非常にバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ、これに対して内側なんですが、まず一番下に、まあ、相変わらず白の丸首の T シャツを着て、そしてその上にですね丸首のニットですね、これはですね今季のグリーンレベルのですね丸首のニットになるんですが、色はライトグレーになります。まあ、こちらのアウターがですねミディアムグレーに対してライトグレーのですねニットを合わせることで、まあ、グラデーションを作ると、そして首元から少し白を覗かせてあげれば、まあ、好印象のスタイリングが簡単に仕上がるので、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思います。無印良品の
公式のホームページにはですね、内側白系のカットソーで合わせてあるんですが、まあ、それが鉄板で相性がいいかなと思うんですが、ちょっとですね、ひねって、今回はですね、同じグレー系なんですけども、ミディアムグレーとライトグレーのニットで合わせてあげると、結構ハマりがいいので、こういった着こなしも皆さんトライしていただきたいなと思います。で、ボトムスのシルエットなんですが、結構これ重要です。まず上半身に少しゆとりがありますよね。まあ MA1 なんだけども少し今っぽいサイズ感になっていてゆとりがあるんで、それに対してボトムスも同じように少しゆとりのあるものを合わせるというのも僕はすごくいいと思うんですね。ただ40代の世代だとやはりちょっとメリハリを効かせた方がよりスタイルがよく見えますし、大人っぽく見えるので、今回はそんなに太すぎるものは選びませんでした。まあ定番のですね、グリーンレベルのオールマイイージーパンツですね、こちらのブラックを履くことで、まあ腿周りはですね、ちょっとゆとりがあるんですけども、膝から下テーパードといって徐々に細くなるようなデザインを採用しているので、足が綺麗に見えるんですね。上半身は少しゆとりがあって、ボトムスはしっかりとジャストサイズぐらいにまとめてあげることで、まあ、いわゆるこう Y シルエットみたいな形を作ってあげることで、40代以降の男性には似合いやすくなってくるかなと思います。そして足元に関しては、ボトムスがブラックで結構重ためなので、僕はホワイトで合わせることが多いんですね。で、ちょっと明るさを出すような形にしていて、このホワイトのジャーマントレーナーと首元の白い部分ですね。このあたりを、まあ、リンクさせてあげるとすごくバランスがいいんじゃないのかなと思います。このスタイリングは結構鉄板で使いやすいかなと思いますし、今は、まあ、無印良品のこのアウターは必須になってきますが、まあ、ボトムスに関してはユニクロだったらスマートアンクルパンツですとか、まあ、細身が良ければ感動パンツとかでもいいと思います。まあ、ニットもですね、ユニクロでも同じようなライトグレーのニット揃いますので、まあ、そういったもので揃えていただければ結構コスパの高い着こなしもできるかなと思うので、ぜひ皆さんこういった短丈系のアウターで40代の大人世代に似合うものあんまり多くはないので、こういったスタイリングも試してみていただければなと思っています。はい、続いて2つ目のコーデなんですが、これもですね、大人の定番的な着こなしになってるかなと思います。僕のチャンネルではですね、結構定番的な位置づけになってるですね、春のベージュのステンカラーコートですね、これをベースとしながらコーディネートを組んでみました。まあ、このアイテムはですね、着るだけで大人っぽく見えるし、まあ、ベージュのコートなので人との違いも出るんですよね。やっぱりこうステンカラーコートで言うとネイビーだとかブラックのような濃いめの色を着ている方が圧倒的に多いんですね。まあそうなるとですね、ビジネスシーンでも使えてすごく便利なんですが、カジュアルシーンだとちょっと重たく感じるかなということも少なくないんですね。まあそんな時にベージュを着るとですね、ちょっと春らしい軽さも出るのですごく便利かなと思うんですね。もちろんビジカジでも使うことができるので1枚あると便利なアイテムかなと思います。今日着てるのはですね、グリーンレベルの今季のですね、ステンカラーコートで、まあ、定番で毎年やってるものなんですが、まあ、通常のですね、ちょっと綺麗めなステンカラーコートに比べると素材はナイロンで少し軽めな雰囲気になってまして、表面にもですね、シワ加工してるんですね。なので適度にこなれ感があって小綺麗に着すぎなくていいというところが、すごく個人的にはストレスがなくていいなと思うんですね。軽いし、これだったら気軽に休日に羽織ってもですね、全く違和感のないような、そんな仕上がりになっているので、これはすごく使いやすいんじゃないのかなと思います。そしてこのベージュステンカラーコートの内側なんですが、まあ相変わらず丸首の白 T シャツと、その上にはですね、丸首のニットを着てるんですが、まあこれもホワイトだとかライトグレーでも合うんですが、ちょっといつもと違った方向性で、綺麗な色のニットを着てみました。特に40代以上の大人男性であれば、ちょっと綺麗な色をうまく使ってあげると、より清潔感だとか華やかさというところをうまく足してあげることができるので、まあ、今回はこのようなですね、まあ、ブルー系で明るめのカラーですね。これは今季のビューティー&ユースのニットなんですが、中肉厚で非常に使いやすいニットになってまして、色の発色がすごくいいんですね。これ非常に気に入ってるんですが、綺麗な色のニットって探すと意外となくてですね、その中でもすごく色味もいいし、肌触りも含めて完璧だったので、まあ、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。そしてボトムスなんですが、いつもだったら結構ブラックでサクッとまとめてしまうんですが、今回はちょっとひねってですね、デニムスラックスを履いてみました。これは僕のブランドで作っているものなんですが、
センタープレスが効いていて、デニムライクなんだけども、カジュアルに見えすぎないようなバランスが結構使いやすいんですね。結構このようなデニムスラックスっていろんなブランドで時々リリースされるんですが、普通のデニムをですね、40代以上の大人世代が着ると、結構ですね、おじさんっぽく見えるんですね。僕も日頃から街でいろんな大人の世代をですね、観察してるんですが、圧倒的に普通のデニムを履いてる方が多いんですが、それだとちょっといまいちしっくりこないという方は、デニムスラックスとか、このあたりのですね、ちょっと綺麗めな感じのデニムを使っていただけると、結構ハマりがいいので、ぜひトライをしていただきたいなと思います。まあ、生地もですね、あまり色落ちしてないようなものを使っているので、クリーンに見えるのと、あとはこういったライトブルーとの相性もですね、インディゴブルーすごくいいので、つながりが割といいんじゃないのかなと思います。そしてそれに対して足元はですね、今回は白レザーではなくて、ブラックレザースニーカーを履いてみました。まあ、僕の動画の中でもおなじみのデバイス1ですね。まあ、こちらもですね、足元をギュッと引き締めるという意味では、すごく使い勝手がいいですし、綺麗めな雰囲気なんですけども、層の部分がホワイトになっているので、そこまでですね、重たすぎないので、まあ、カジュアルシーンにも使いやすいかなと思うので、このような形で組んでみました。先ほどのような短丈系のアウターもすごく便利なんですが、1枚こういったロング丈のコートがあると、着こなしのバリエーションが広がりますし、またちょっとこう、今日はおしゃれをして出かけたいなとか、レストランに食事に行く時だとか、まあ、そういった場面なんかにはこういったコートが1枚あるとすごく便利かなと思うので、このような綺麗めなコーデもですね、ぜひ皆さん参考にしていただければなと思っています。はい、続いてラスト3点目はですね、少しスポーティーな着こなしを作ってみましたが、いかがでしょうか。まあ、主役となるのはですね、こちらユニクロのウィンドプルーフスタンドブルゾンですね。これ先日もご紹介しましたが、今期のユニクロのアウターの中では隠れた名作的な位置づけかなと思います。結構ですね、地味なんですよ。サイトで見ててもスルーしちゃいそうになるんですが、実際に着てみるとめちゃくちゃかっこいいっていうのはこちらのブルゾンなんですね。まあ、いわゆるですね、休日に着れるようなナイロン系のアウターだとか、シャカシャカ系のアウターと同じようなジャンルになるかなと思うんですが、まあ、ブランドロゴみたいなものが一切なくて、まあ、スタンドカラーになっているというところが今っぽいポイントかなと思うんですね。で、肩はラグランになっていて、ちょっとこう全体的に丸みのあるシルエットになっているので、着るだけでちょっと今っぽさが出せるというところで、これめちゃくちゃいいアウターだなと思います。前を開けてね、ちょっと内側にですね、こういったシャツを着ることで大人世代にも似合いやすいアイテムになってくるかなと思います。まあ、今回はですね、バンドカラーの襟型のストライプ柄ですね。ちょっとこのアイテム自体が結構シンプルなので、どこかアクセントを作りたいなということで、ストライプ柄ですね、ブルーをメインとしたストライプを合わせてみました。これは自分のとこでオリジナルで作ってるやつで、サンプルなので全く同じものはないんですが、まあ、ぜひ皆さんもですね、お手持ちのブルー系のですね、シャツだとか、あとはストライプシャツで再現していただければなと思います。意外と僕はこういったスポーティーなアイテムに対してシャツ合わせというスタイリングが好きなんですよね。そうすることでカジュアルと綺麗な感じをうまくミックスさせるとバランスがいいかなと思っています。で、ボトムスなんですが、やっぱりこうアウターがブラックの時には、これに対してやっぱりこう暗いボトムスだとちょっと春っぽく見えないので、今回はこちらもユニクロの今季のですね、ホワイト系デニムですね。少しゆとりのあるボトムスなんですが、ワイドというほどではないので、結構これだったら大人世代にも使いやすいかなと思います。上半身がブラックでボトムスがホワイトというところで、まあ、適度にですね、明るさを出すことができるので、まあ、こういった清潔感漂うスタイリングというのは、40代以上の大人世代にも似合いやすいかなと思います。で、足元に関しては今回はニューバランスのスニーカーを合わせています。まあ、ホワイト系のパンツに対して一番相性がいいのはグレーのニューバランスというところで、僕にとってはもう鉄板なんですね。まあ、ブラックの靴とかも合うんですが、結構白パンに黒靴だとコントラストが高いので、それよりはホワイトとグレーの方が色の馴染みもいいですし、シームレスにつながるところもあるので、このあたりも含めてすごくバランスがいいかなと思います。白パンのちょっとキザっぽさをですね、ニューバランスのちょっとしたこう野暮ったさでうまくバランスを取ることも結構大事かなと思うので、このようなスタイリングを組んでみました。結構これも再現しやすいようなスタイリングで、休日のラフなスタイルの時には使いやすいかなと思います。ちなみに白パンって汚れるじゃないですか。僕はですね、白パン日常的にガンガン使ってるんですけども、まあデニムが好きなんですね。白デニムを使うとなんか洗濯機でガンガン洗えるので、気使わなくていいんですよね。むしろインディゴブルーのデニムの方が
色落ちとか気になったりするので意外と洗濯しづらかったりするんですが、まあ、白パンの方は汚れたらガンガン洗濯すればいいやということで意外と気軽なので、僕は子供と遊ぶ休日でも結構白パン履いちゃうので、まあ、ぜひ皆さんもですね、白パン汚れが気になるなと言いつつもですね、意外とケアしやすかったりもするのでガンガン活用していただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では40代大人の好印象休日コーデ参戦というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、どの着こなしも結構アウターが変わることで印象が大きく変わるかなと思います。3つご紹介しましたが、まあ、全部がですねドンズバで合うという方は意外と多くはないかなと思ってまして、それぞれこのテイストが好きだっていうのは人によって分かれるかなと思うんですね。綺麗めなスタイルもご紹介しましたし、ちょっとスポーティーでカジュアルなスタイルもご紹介したので、まあ、この中でしっくりくるものがあったらですね、皆さんのお手持ちのアイテムを使いながらうまく再現していただいたりですとか、まあ、カスタマイズしながら使っていただくのもいいかなと思うので、よかったら参考にしていただければなと思っています。まあ、僕自身もですねいろんなアイテムも持ってますし、一つ二つのスタイリングだけだとどうしても飽きてしまうので、たまにはこうロングコートを着たりだとか、最近はですね着こなしの幅を改めて広げてるんですね。まあ、ぜひ皆さんもですね自分の好きなスタイルは軸足に置きながらも、まあ、それ以外のスタイルもちょっと広げつつですね、春の着こなしのバリエーションをいろいろと楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けの専門ブランドに関しては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信をやっていまして、皆さんのご質問にですね直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段ゆっくりとですね動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンもやっています。こちらの方ではですね文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説をほぼ毎日お届けをしています。僕も記事を書いてますし、僕以外のスタイリストとか専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるので、気になる方はですねこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。